こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、東海カーボンでデイトレードのシナリオを相場の原理原則を使って構築してみたといった内容で情報発信をしていきたいと思います。この動画の位置づけにつきましてはですね、前回の115回のですね、動画でですね、東海カーボンを分析したわけなんですが、その中でですね、デイトレードのシナリオについては別出しの動画でですね、実施をするという話をしてたと思うんですが、この動画につきましてはですね、その別出しの動画という位置づけになります。この動画をね、作成している目的につきましてはですね、最近相場の原理原則株式のですね、ユーザーがね、ぼちぼち出てきたということで、そのね、方たちにですね、あくまで一例という形でですね、相場の原理原則の使い方についてですね、展示をしていきたいという内容であります。分析的につきましては2019年8月7日、時間軸につきましてはデイトレードになります。本動画を視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。はい、それではですね、早速チャートの分析の方に入っていきたいと思います。現在ご覧のチャートは2019年8月7日現在の東海カーボンの週足チャートになります。まずはね、いつものように RSI の方から確認をしていきたいと思います。 RSI につきましてはですね、現在売られ付き水準の 20% の、ね、近辺で横ばいになっているという状況になっております。なので、売られ過ぎ水準まで来てますので、もしかしたらですね、リバウンドもあるのかなという、ね、イメージを持っております。あとですね、信用残につきましては、現在ですね、赤いラインがですね、信用改ざん、黄色いラインがですね、信用売り残となっているんですけども、売りとですね、買いが、ね、非常に拮抗している状況なのかなという、ねところであります。最近の、ね、トレンドを見る限りは、空売りの、ね、売り方の方がですね、買い方よりもですね、心理的な、あるいはね、資金的な余裕があるのかなという、ね、イメージを持っております。サブチャートの分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずはね、サポートとレジスタンスについてですね、週足のチャート上に描画していきたいと思います。週足で分析する事項につきましては以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在ご覧のチャートは2019年8月7日現在の東海カーボンの日足チャートになります。まずはね、サブチャートの方から確認していきたいと思います。これ消えますね。まず ATR につきましてはですね、現在ですね、ATR については34という、ね、数値になっております。あとですね、RSI につきましてはですね、現在、売られすぎ水準からね、若干反発してきている状況なのかなというところであります。なので、まだ 50% まで余裕がありますので、もしかしたらね、比較的大きめの、ね、戻しがある可能性もあるのかなという、ね、イメージを持っております。サブチャートの分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずね、週足で分析をいたしました。レジスタンスですね、レジスタンスについてですね、チャートで描画していきたいと思います。でですね、今現在チャートを、ね、引きで見ていきますと、この、ねペナントの形になっていると思うんですよね。で今そのペナントを下抜きをしてですね、来たんですけども、またリターンムーブが入ってきて、リターンムーブをしてきてですね、でそのリターンムーブが終わったところになっております。なので、次の日の、ね、チャートについては、ドル円も、ね、結構下がってきているので、やや、ね、売りの可能性が高いのかなという、ね、イメージを持っております。日足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在ご覧のチャートは2019年8月7日現在の東海カーボンの5分足チャートになります。早速ね、 RSI の方から確認をしていきたいと思います。 RSI につきましてはですね、現在、50% を、ね、割ってきている状況になっております。なので、この指標の、ね、状況から見るとですね、ちょっとね、弱い感じになっていますので、このトレンドについてはですね、下げていく可能性が高いのかなというね、イメージを持っております。 RSI の分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずね、日足で分析アウトプットを出しました、ATR のね、要素についてこの5分足チャートにね、加味していきたいと思います。ということですね、このデイトレードの見積もりの焦点につきましてはですね、上に行く場合については997円までですね、下に行く場合については929円までが、見積もりの範囲ということになります。
ですね、今現在ね、チャートを見ていきますと、このね黄色いね、派生のあたりでですね、チャートパターン、もみ合いがね形成しているのが確認できるかと思います。またですね、上値更新がですね、高値更新が止まってですね、安値をこうね、終値で割ってきておりますので、ズバリ言うとですね、エリオタードがね出ているということで、相場の原理原則がね、2つとも使えるということでですね、早速ね、使っていきたいと思います。それではですね、事前に収録をいたしました映像を使ってですね、エリオタードの目標株価、チャートパターンの目標株価をですね、出していきたいと思います。まずはね、エリオタードから出していきます。エリオタードの目標株価についてはですね、939円ですね、これが目標株価になります。続いてチャートパターンですね、実態を囲みます。で、上に行く場合は990円ですね、下に行く場合は944円ということで、今回ね、ショート目線でいきますので、目標株価についてはですね、939円から944円がですね、見積もりの範囲、目標株価の範囲となります。それではですね、先ほど分析した、ね、要素を、ね、このチャート上に加えていきましょう。目標株価についてはですね、939円から944円となります。続いてですね、ロスカットについてはですね、このあたりですね、990円がですね、ロスカットということになります。で、ロスカットからですね、目標株価の値幅についてはですね、46円から51円ということで、あとですね、このもみ合いですね、もみ合い上抜けした場合についてですね、上抜けしてるついた場合についてはロスカットまで、ね、行く可能性が高いということで、このゾーンでね、寄り付いた場合については見送るということになります。そこでですね、リスクリワードを、ね、1対1以上を、ね、追求するというね、状況を想定して、見積もりをしていきたいと思います。まずね、値幅については46円から51円ということで、46円の値幅の場合についてはですね、990円から23円を引いた、967円ですね。あと51円の値幅を狙う場合については990円から25円を引いた、965円、このあたりまでがですね、寄り付きから狙う場合のですね、最低条件ということになります。ここですね、寄り付きからエントリーするゾーンについてはこのね、ゾーンということになります。あとですね、例えばこのゾーンでね、すいません、このゾーンですね、このもみ合いの範囲のね、このゾーンで寄り付いた場合で、例えばですね、下抜きブレイクせずに、寄り付きからエントリーするゾーンに入ってきた場合についてはですね、逆張りの空売りのブレイクを、空売りの逆張りを狙うというね、戦略となります。東海カーボンのですね、デイトレードの戦略については以上になります。先ほどですね、ザラバが終了いたしましたので結果についてですね、出していきたいと思います。せーのドンということで、今回ですね、ちょっと 上抜けですね、上抜けブレイクのシナリオを捨ててしまったので、結果ですね、ロスカットという、ね、結果になってしまいました。今回私がですね、環境認識のね、部分を誤ってしまったんでロスカットで終わったんですが、相場の原理原則がですね、非常に高い精度で目標株価を、ね、アウトプットしていることがね、確認できたかなというふうに思っております。ちなみにですね、昨日ね出していたアウトプットについてはこんな感じですよね。上抜けブレイク、この赤枠のかかったところを上抜けブレイクすれば、990円まで伸びますよと。で、下抜けブレイクした場合については940円まで下がりますよという、ね、話ですよね。で、ちなみにここでですね、エリオタードが出てますので、エリオタード出してみたらですね、こういう形でしたね。目標株価が1016円で、結果1012円ぐらいまで、ね、伸びたということなので、これを見ても分かりますようにですね、相場の原理原則ね、非常に高い目標株価の精度を持っているかなというところがね、確認できたかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。質の高いトレードをするためにはですね、こうやって作戦を立てていくのが、ね、必須ではないかなというふうに思います。またね、この動画で、登場いたしました相場の原理原則につきましてはですね、概要説明欄の方にリンクが貼ってありますので、興味のある方はですね、そのリンクを見ていただければなというふうに思います。またですね、この動画を見てためになった、もしくは、ね、面白かったという方はですね、高評価もしくはチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。